血管の老化、動脈硬化が重篤な病気を引き起こす。動脈硬化が脳梗塞とか脳出血、心筋梗塞などを引き起こすんですね。血管を流れる血液は体中の細胞に酸素と栄養を運び込み、老廃物を回収し人間は生きています。全身の血管の長さはなんと約10万キロ、地球2周半もあるんです。その血管の約 90% は毛細血管と言われております。太さ1000分の7ミリ、もうほんの細い血管が全身に張り巡らされてるんですね。病気にならず健康で長生きするコツは、血管年齢を若返らすことなんです。血管を若々しく保つには、まず生活習慣の乱れとか、不規則でストレスの多い生活、まあ食事、運動のバランスが取れず肥満になる、喫煙、深酒、短い睡眠等が重なってきますと、生活習慣病が発生するんですね。その最たるものは、高血圧、まあ上の血圧が130以上、下が90以上、それから血糖値が高くなる糖尿病、この高血圧と糖尿病が動脈硬化の原因なんですね。糖尿病というと、なんか血管の病気みたいじゃないような、思っている方が多いかと思いますが、糖尿病というのは、血管の病気なんですね。ですからこの高血圧と糖尿病が動脈硬化の2大原因になると言ってもいいと思います。そしてこの動脈硬化が1年2年5年10年20年と積もり重なった結果、重篤な病気を呼び込むんですね。これはいっぺんに来るんじゃないんです。もうじわ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 と積もり重なって、そして最後は重篤な病気になるわけですね。それではどうやって血管年齢を若々しく保てるのか。これはですね、まず血圧の正常化、高血圧を予防することと、糖尿病を予防する血糖値を正常な状態に置くことと、この肥満防止、この3点をやってれば、大体大丈夫ですね。特に血圧が上がってきたり、血糖値の高い人というのは、肥満の人が多いんですよ、結果として。ですから、BMI を22から25の間に入れておけば、大体、動脈硬化を防げるでしょうね。それから、まあ、肥満防止というのは、食べた量と運動のバランスが取れてないわけですよね。まあ食べるだけ食べて運動しないとやはり太ってくるわけですよ。ですから野菜、魚中心、和食中心にですね、一汁三菜のバランスの取れた食事、それから食べたら動く、これを基本にしなきゃダメですね。食べてすぐ横になってテレビ見てるって、食べたら動く、これをもう基本にしないといけないですね。それから朝昼はしっかり食べるけど、夕食は軽めにすると。それからやはり人間の細胞というのはタンパク質でできてますから、タンパク質に配慮した食事っていうのが大事ですね。それから禁煙摂取、塩分は1日5グラム以下、血糖値の上がらない食事内容、食べ方、これも大事ですよね。もう最初からご飯を食べちゃいけないんですよね。野菜とかおかずを先に食べて、ご飯は最後に食べる。これ糖質というのは血糖値が上がりやすいんですよね。ですからその食べる食事内容と食べ方というのに配慮しなきゃいけませんね。それから規則正しい生活、人間の体っていうのは体内時計が動いてますので、規則正しい生活をしないと体内時計がバラバラになっちゃうわけですね。からストレスの少ない生活、まあ終わったことをくよくよしない、
先々の分からないことを悩まない。人生はなるようにしかならないんですね。今を一生懸命生きればいいんです。それから十分な睡眠が大事ですね。人間の体は新陳代謝をしてますが、その細胞の生まれ変わりっていうのは、夜の寝ている間に新陳代謝、細胞の生まれ変わりが行われるんですね。ですから十分な睡眠をとってないと、細胞の生まれ変わりっていうのはできないんですよ。ですから睡眠は大事ですね。それから人間、この定期的な血液検査をすることによって、まあいろいろな問題点というのは血液検査で出てくるんです。ですから3ヶ月に1度血液検査をすること、年に1回は人間ドックで、まあ、全身を見る、こういうようなことが大事かと思います。